愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。今週はね、ちょっと生放送で軽くね話を出しましたが、ガチガチな真面目な話でございます。で、勉強のポイントとかなんか聞いてためになるっていうのはあまりないかもしれないんですが、普段から自分の動画っていうか活動をね応援してくださってる方はね、ちょっと聞いてほしい聞いてほしいんだ、時間ください、お願いします。で、テーマはね、今載っているように、教育 YouTuber のこれからというテーマで喋っていきます。自分から見て教育 YouTuber がこれからどうなっていくのかっていうところ、それを踏まえた上で自分がなぜ今こういう活動っていうか、今意図してね、あの動画作りよりもそれ以外の部分にかなり時間を割いてるんですね。だからあんま動画今投稿できてないんですけど、なんでそういうふうに動いているのかとかっていう、まあ自分のポジションとかね、そういったものを、かなり真面目に喋っていこうかと思っております。行くか、みんなついてきてね。で、まずね、どっから行くか、まあ、自分のところから行こうかな。その、まあ、さっきも言ったように今動画作りを正直ね2週間ぐらい授業動画も撮れてないんですよ。もう時間がなくて、撮る時間が割けなくてね。で、他の仕事をしております。で、今ありがたいことに、その本当ね大げさじゃなくて2日か3日に1回は取材か本の執筆かメディア関係の何かしらのご連絡を今いただいてるんですね。で、まあ、もちろんお断り、ちょっと受けれなくてね、お断りしてる仕事ももちろんあるんですけど、極力お受けするようにしています。で、それはもちろんそれをすることによってね、結構本当スケジュール、まあ、スマホでさスケジュール管理してるんですけど、もうなんか時間の隙間を縫って取材を入れるみたいなことが結構起こっていて、でもそれが今必要な時だなって思ってるの。まあちょっとあれだね、これからの教育 YouTuber みたいなところも話にもつながってくるんだけど、教育 YouTuber って今すごい細分化されてきてるっていうふうに、まあ細かく分かれてきてるなって思ってて、まあ、ざっくり言うと、自分みたいに授業をする人間、まあこれをじゃあ授業系と言っとこう今回、まあ、普段使わなくていいからね、教育系でまとめていいんだけど、授業をする YouTuber と知識を与える YouTuber がちょっと分かれてきてるなっていう感覚で言います。皆さんが例えば今教育 YouTuber で一番有名な人誰だと思いますかって聞かれたら誰って答えます？あの気を使ってハイジって言わなくていいからね俺はそう思ってないんで、おそらく教育 YouTuber っていう今一般に言われるカテゴリーで言ったら、おそらく中田あっちゃんです。あのオリラジの中田敦彦さんだと思ってます、自分は。YouTube 大学ですね。で、ただそれを言った時に、え、あれって教育 YouTuber に入るのっておっしゃる方も実際いらっしゃいます。だからそれぐらい教育 YouTuber っていうカテゴリーがまあはっきりしてないんだよね、まあ、自分みたいに授業をしてるとまあ教育だなって思うと思うんですけど、で、中田のあっちゃんね、あっちゃんのチャンネルに関してはもうものすごい勢いがある、ずっと勢いがもううなぎ登りなわけですよ。もちろんそれは中田さんの運営の仕方とかやり方がもうドハマりして、分析してドハマりしてるっていうのはもちろん前提にもあるんだけれど、やっぱりね知識を与えてくれる動画っていうことにめちゃくちゃ需要が高まってる。で、それは例えばじゃあ中田敦彦さんで言うと、本の 書評というか本をまとめる、こういう本でしたっていうポイントをねかいつまんで分かりやすく話してくれる動画とか、まあ見たことある方もいると思うんですけど、あれってビジネスマンね、まあ学生でもそうですけど、ビジネスマンからすると本一冊読む時間ってなかなかないんですよ。時間もないしエネルギーもない。でもそれを信頼できる中田さんが例えば30分とか40分にまとめてくださったら、そこで時間を短縮することもできるし、エッセンスを分かりやすく吸収することもできるんですよね、っていうメリットが1個。そしてもう1個は、あと本ってもちろんお金がかかるし、今コロナの関係でなかなか書店に行けないから、ハズレを引きたくないんですよね、本を買うにあたって。でも中田さんがあそこで説明してくださってると、あ、この本なら買ってみたいなって思う。だからそこの本を探すっていうところの手間も省いてくれてる、まあ、そういった意味で、まあ、人気になってると思ってるのね。で、今回ちょっとなんか生中田さんにしてもそうなんだけど、個別にねチャンネル名出すのもちょっと申し訳ないと思うんですけど、今授業系で一番認知があって勢いがあるのってやっぱり呼び乗りだと思ってるよね。匠の、まあ、匠と安くのチャンネルね、呼び子のノリで学ぶだね、そうと思っていて、で、
彼は授業をしているし授業系に見えるんだけど、どっちかというと授業と知識の半々、若干知識の方に振ってるかなって思ってるの、自分の分析から言うと。で中田さんはどちらかというと文系寄りなんだよね。だ文系の、教育で知識を与えてくれるチャンネルが中田さんで、匠は理系に振ってるから理系の知識を与えてくれる、知らないことを知ることができるっていうチャンネルが、今匠の、呼び乗りのねポジションになってるのかなっていう。でこの知識を与えてくれるっていうのはさっきの、理由からして、ずっと衰退しない、そのポジションを確立できていれば、間違いなく伸び続けると思ってる、彼らのチャンネルはね。で何が言いたいかっていうと、おそらくこれからそういうチャンネルが増えていきます。増えていくプロフェッショナルが自分の分野に関していっぱい、今のいっぱいあるけどね、話をしていって、その分野に興味がある方がどんどん、特に社会人の方がね、がやっぱりそういった理由で、見に来る。だから今さ、例えば税理士さんとかその専門分野ってわからないじゃん。そういったのを分かりやすく説明してくれるチャンネルも多いでしょ。人気のチャンネルもいっぱいあるし、そういったものが増えていくのかなって。でそれはいいことなの。それをさっき教育系っていう風に分けない方がいいって言ったのは、あ、ごめんなさい、授業系とかって言わなくていいよって言ったのは、それも含めて教育系って言ってしまった方が母数が増えるから、そのトッププレイヤーがいっぱいいた方が分野的には盛り上がる。メディアからしても教育系ってはこんなにすごい面白い人がいるんだってなってくれたらいいので、今は分けない方がいいのね。自分が知識とか授業とか分けてしまって言ってるけど、説明上ね。でその教育系の中で自分が今そのメディアにどんどん出るっていうのを意図してやっているのは、そのやっぱ知識の方が目立つのよ。数字も取れるし、やっぱりこう見た視聴者の方が、うわ知らなかった、すげえ分かりやすいっていうインパクトがある。だから印象に残りやすいんだよね。でもやっぱりじゃあ教育系、 YouTube で教育系イコールそういう知らない知識を与えてくれる、その頭のいい方がやってるチャンネルっていう、そこにイコールになってしまうと、授業系ってただでさえ苦しむんだよね。自分は今9年やってるからこうやってある程度の認知を得てやらせてもらってるけど、じゃあ今新しく授業やってる方々いっぱいいるけどさ、新しく始めていきなりこうってたらバズるかとか、めちゃくちゃ人気になるかって言ったらかなり難しい。授業に関してはかなり根気が必要になってくるのね。だからその知識の方に全てイコールに持っていかれちゃうと良くない。だから自分が今メディア、例えば新聞とか、例えば雑誌とかテレビとかも出させてもらうように、テレビはそんな多くないけどね、出させてもらえるようになって、受けようと、ひとまず断らずに受けようと。そして、あ、 YouTube で中学校とか高校の授業の勉強ができるんだっていうのをひとまずね走らせたいの、認知させたい。でそれも含めて、で中田のあっちゃんとかに関してはもう多分みんながほっといても勝手にこう広がっていくから、中田さんの認知度もあるからね、相まってね。そうだから広まっていくので、そこだけになっちゃいけない。そこにさ、中田さんともちろん張り合うことなんてできないんだけれども、でも教育って授業もあるよねっていうポジションをちゃんと守っておかないと、多分自分が、YouTube で無料でね勉強できるっていうのを日本に広めていくっていうのをやるにあたって、そこは踏ん張っておかないと本当に苦しくなると思ってて、そうで苦しくなったらどん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 そのクリエイターが減っちゃうんだよ、授業をする。でやっぱり母数が増えないと盛り上がらないから、分野は。そうだからどん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 いろんな方が授業動画を投稿しようってね、ふうに思ってもらえるところにならないといけないから、そういった意味で今そっちに振ってます。伝わった？大丈夫？そう、そんな思いがあってやってるっていうのはどうしても言いたくて、で多分これ顔出して話してもあんまりかなと思ってね、今回ダラダラジオの場所を借りて喋らせてもらいました。だから本当、いつも言うけどさ、匠はね仲良くさせてもらってるのもあるし、多分 YouTube やってる人間だから一番尊敬してる、一番言い過ぎたかなとか言って、でも教育分野で言うんだったら一番尊敬してる、あいつに関しては。本当に事業者としてもそうだし、経営者というか、そう一人のプレイヤーとしても、すげえなって心から思うからね。で彼は、彼が望んでるかは知らないけれど、おそらくテレビとかにガンガン出ていっていい人材だと思うんだよ、あいつは。そうだから本当に出てってほしいし、だから出ていったとなったら、その知識はやっぱりそっちがフューチャーされると思うんだよね、どっちかというと。そうだからそうなった時にやっぱりこっちはこっちで授業、彼は授業は続けると思うけれど、そう授業っていうところは守っておかなきゃいけない、守るというか、ちゃんとその分野があるよっていうのは、残すというかしなきゃいけないなって思って
ってるっていう話でした。はい、感想はコメント欄にいつもよりコメント少なかったら悲しいなぜひ高評価とコメントよろしくお願いしますとか言って、はい、ということで、まあ、ちょっとね、皆さんにとってどういう風に感じたか分かりませんが、自分はすっきりした、話せて、まあ、うまくまとまったか分かんないけどね、ここまで聞いてくれてありがとうございました。で、ちょっとテレビに関して言うと、来週の金曜日ですね、2月19になるのかな、なるかな、まあ、関西圏がメインになってしまうんですけど、 ABC テレビっていうところだったかな、探偵ナイトスクープっていうね、番組に私配置、この前ロケに行かせてもらって、出ます。で、結構全国的にも放送されてるらしいんですけど、地域によっては放送日がずれてたりとか、ちょっと一周遅れて放送になったりとか、まあ、群馬は映らないんですけどってこともあるので、ぜひTVerの方で、放送終わった後すぐ見れるらしい、まあ、自分は TVer もねダウンロードして入れてるんですけど、そう見ることができますので、ぜひ、ご覧いただけたら嬉しいです。ざっくり言うと、中学生の子が、まあ、依頼をしてきて、数学がめちゃくちゃできません、できません本当にできなかったでその子が、勉強本気でちょっとね、まあ、本当に2時間ぐらいがっちりやったんですけど、勉強したら得点が取れるようになるのかっていうチャレンジをして、お母さんにそれを伝えるっていう、まあ、どういう編集をされてるかわからないんですけど、私は本当に泣きそうになりましたっていうぐらいに、すごい素敵なロケだったので、ぜひご覧いただけて、ぜひ感想の方もツイッターか、まあ、コメント欄とかツイッターの方がいいかな、いただけると私喜びますので、よろしくお願いいたします。では今週のダラダラジオは以上です。また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらの方も聞いてください。では以上となります。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。